皆さんこんにちは。クリエイティブジュニアテニスアカデミーの伊藤木亮平です。本日もよろしくお願いします。で本日はこれは別に全然案件とかでも何でもなく、今日はこのスリンガーを使ってちょっと自分の練習を今日はしてみたいと思います。なかなかやっぱり僕はコーチで自分の練習をするってことはほとんどないんで、球出してもらうっていうこともなかなかないんで、これはちょっとうちの教え子の生徒の両親が持ってるスリンガーなんですけど、これをちょっと使ったことないんで、ちょっと今さらスリンガーっていう部分も若干あるんですけど、これはシンプルに僕が自分の練習をちょっとしてみたいなと思ったんで、そのちょっと練習風景をスリンガーと一緒に練習してる風景を少しちょっと動画にできたらなと思いまして、そうですね、練習内容としては、ベーシックにフォアハンド、バックハンド、それからフォアボレー、バックボレー、あと結構なんかこの角度の調節もできるみたいなんで、スマッシュとかも最後練習できたらちょっと面白いかなと思うんで、それでは早速やってみます。よろしくお願いします。早速このスリンガー先生のちょっとセッティングをしていきたいと思います。もう本当初めてやるんで、で昨日でもちょっとレクチャーはどうやって使うか、これだな、まずこれを電源をオンにして、で、ここが、上がスピード？上のつまみが。で、下が、フィードって書いてありますね。フィードか。玉出し。スピンのことなのかな？で、ボールは、ここに、さっき仕込んでおきました、結構。はい。ちょっと、これで一回、どんな感じか、ちょっとやってみますね。で、こんな感じの、リモコンがついています。うわ、基礎。あ、で、ここに、この、なんか、段式のこの、角度調整がありますね。とりあえず、これぐらい ?20 と30の間ぐらい。え？え？あ、来るのかな？お、来た！びっくりした！わ、すごいです。ちょっと見てください。めっちゃ飛んでます。わ、すごい。あ、これちょっとパワーありすぎですね。もうちょい。危ないな、こっちからやったら。こんなもん。あ、いいですね。こんなもんか。ちょっと、高さもうちょっと下げます。こんなもん。ぐらい、あ、いいですね。これぐらいでちょっとやってみたいと思います。うん、じゃあこれでちょっとまずフォアの練習してみたいと思います。ちょっと行ってみます。はい、ではちょっと早速やってみたいと思います。よし、じゃあまずフォアハンドから、でこのリモコンでちょっと、届いてないですね。ちょっと待って。あ、来た。来ました。よし。じゃあお願いします。来た。お。うわ、すげえ。めっちゃ回転かかってんだけど。これも多分調整できるの。あ、でもすげえ回転かかってる。めっちゃ伸びてくる。いや、普通に打ち負ける。回転めっちゃ強くて。でもこの辺も、調整できると思います。ああ、よくない。今、座点が遠いですね。
あ、結構いいボール来んなこれ。打点がああ振り遅れてる。回転がすごいからうまく合わせていかないとやられますね。これでもいい練習になります。めっちゃそれにしてもターゲットに全然当たんねえな。よし、うわ負ける。わ負けるわここ。一回ああ良くない。じゃあ今度ちょっとバックハンドやってみたいと思います。ちょっととりあえず残りのターゲット全部倒したいと思います。あとはバックで。これでもいい練習になる本当に。この独特の間が。ちょっと浅いかな。遠いな。このポジション。もっと寄せろ。違う。
でも楽しいですね、やっぱり玉なしは。コーチに出してもらうのもいいですけど、こういうのでじっくり一人でやるのもいいですね、なかなか。しかもボールの精度がいい、この機械。普通に練習になる。あとは動画撮影ですね、自分で。で、フォームチェックしたら最高だと思いますね。ほら、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 うわ、倒れねえ、しく。ほら、ほら、ほら、集中。ほら、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 はい、ほら、カモンメン、あー、よし、あ、ああ、せめてあの青は。ああ、その青じゃない。もうちょい右。はい、よしよし。来い、ボール。終わったかな。よし。いけるはず。うぅ。OK。はぁ。ちょっとバックのストレート最後倒せなかったな。はぁ。いや、でもめっちゃいい練習になった。それでは、一回ここで締めたいと思います。ちょっと、もうちょい最初にボレーとかスマッシュもやりたいしたんですけど、ちょっと僕のレッスンの時間が来てしまったんで、ここでちょっと打ち切りになっちゃって、もっと早い段階で全員打ち崩せると思ってたんですけど、玉出し自体僕自身が練習するのはもう本当に、年単位でやってないですね、玉出しは。でもこれすごく、スリンガーいい感じですね。自分の練習、個人練習に持ってこいろと思います。回転もしっかりかかってて。で、セットしたコーン、ターゲット16個で、3つ残しですね、最後。まあでも、フォアバック両方やってですけど、フォアバック両方やって、最後3つ残っちゃって、13本は撃破したんですけど、ちょうど金もらっちゃいましたね。はい。次回は全部倒せるように、これをちょっと自分でコツコツ、練習したらすごいいい練習になると思うんで、ぜひ皆さんもやってみてください。動画撮影を一緒にやって、自分で、こう客観的にどんな風に打って、ミスしてる時はどんな感じなのか、逆にうまく打てた時っていうのはどんな風に打てたのかとか、よく見て予習復習するととってもいいと思います。はい、そんな感じですかね。ちょっと頑張ったんですけど、最後ちょっと中途半端な形になっちゃって申し訳ないです。はい、また頑張ります。はい、それではチャンネル登録、いいねとインスタのフォローもよろしくお願いします。ありがとうございました。